そのもともとやっぱり地図が好きで好きでしょうがない性格だったので、多分高校の時こう地図帳を見て一人でニヤニヤしてるタイプ。やっぱり衝撃的だったのが、そういうもともとやっぱ紙でずっと育ってたのが、Google Earthが出てくると本当にコンピューターの中で飛べちゃうわけなんですよ。あそこに行きたかったっていうのが、コンピューターでわーっと飛んで、おー見える見える。写真にちゃんと場所の情報ついて、でその場所に立った気持ちで見るとどんどん見えてくるっていうのがギアパン。高解像度でそこにグーッと寄れるのと、はい、あとそこにテキストのコメントを付け加えられるっていうのがとても面白いですよね。まずその今やらないと消えてく情報がいっぱいありすぎる。なるほど。なので時間との勝負っていうのが一つ、うん、それはもう今すぐにでも行かないと取れないもん、うん、でかつ継続していかないとどんどん変わっていく、その変わったものも記録できない。誤解を恐れずに言うと、はい、こうダメージが、救援から復旧から復興に移っていく様を記録していくっていうことがこうプロフェッションとして付いたってところがあるんですか。そうですね、まずアーカイブしたい。なるほど。それはやっぱりいろんなそれぞれの人たちがこの悲惨な出来事をなんとか後世に残したいという思いってそれぞれが持ってる。なるほど。その中でじゃあ自分が何ができるかっていうところを考えた時に、やっぱりどこで何が起きてたっていうことをきちんと記録したい。で、まあ、どこでっていうのは GPS 使えばいいんだけど、何が起きてるかっていうことを事細かに描写するほど その能力、自分は見落とすかもしれないけどもギガパンそのものは見落とさない感じだったから、そこの部分で。なるほど。ギガパン、それはある意味プロボノをしているっていう意識は自分の中であるんですか。ありますね。やっぱり自分の得意とする位置情報でやりたいすると、はい、なるほど。そこは軸になってます。なるほど。最後に一つだけ、はい、古川さんの夢は何なんですか。夢はですね、本当にいつでも地図が更新されて誰もが使える時代が来たらいいなと思ってます。つまり今日どこかの道路が工事されててもちゃんとカーナビというか地図に今日変わった地図が反映されてる。なるほど。それができる時代が来るんじゃない。